共和国フリフリベネツィアジュリア州、コリ立屋県にある人口約700人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では以下の名を持つ。コリ立屋県北部に位置するフリウーリー地方の完成な農村である。県とコリ立屋からは西に約9キロメートル、ウーリネから南東へ。 約2 6トル、州とトリエステからは北西に約3 8トルの距離にある。コムーネの面積は3 5平方メートルで、県では最も小さい。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。北東にカプリーバデルフリウーリ、東にサンロレンツオイゾンティーノの市街が近接する。南に5キロメートルほどの距離に、 フリウーリー東部の文化的な中心であるグラディスカ、リゾンツォーがある。モラーロは古代ローマの村落として登場した。地名は植物のクワに由来する。多く生えていたクワはこの地を特徴づけるもので、ローマ人たちはクワからシロップを生産していた。また、この地にはランゴバルド人の集落もあったと考えられ、彼らの墓地の遺跡が発掘されている。出土品は、 ウィーン自然史博物館に展示されている。モラーロは初めコルモンスの町に属していたが、後にアクイレイアの境界領となった。10世紀にはハンガリーの15世紀にはトルコの侵入を受けた。1420年にはベネツィア共和国の領域となり、1497年にはハプスブルク君主国に編入された。 第一次世界大戦休戦後の1918年、イタリア王国が占領下に置き、1920年に正式にイタリア領となった。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上。 家屋密度の高いチェントロ・アビタと密度の低いニュークリをアビタとまとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が全て大文字で示されているものがチェントロ・アビタとである。印が付されているのはコムーネの役場、ヤクショラカーサ・コムノリーの置かれている地区である。毎年初夏、モラロックと呼ばれる。 ハードロックヘビーメタルの音楽フェスティバルが開かれる。国内外から両ジャンルのミュージシャンが集まる。ありがとうございます。